道人身事故ニュース速報です。2021年5月19日14時47分ごろ、西武新宿線の新所沢駅で人身事故が発生した模様です。西武新宿線での人身事故は今年10件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。